はい、皆さんこんにちは、ジャッケーチャンネルです。今日ご紹介する商品はこちら、アップルウォッチプロテクティブケースになります。はい、なんかね、肝心のこの写真の部分にバーコードシール貼られちゃってるんですけども、中身とね、この写真実は違います。それではね、早速開封していってみましょう。はい、もうなんかね、届いた時から箱がぐにゃっとなってるのを見たらわかるように、こちらアリエクスプレスさんで購入しました。購入先については概要欄の方でリンク貼っておきますので、興味持たれた方はアクセスしてみてはいかがでしょうか。それではご開帳です。はい、開きましたね。で、中には、こちらなんかブランド名ですかね、ポゾズレンズクリーナーですかね、がおまけでついてます。説明書等はありませんね。で、こちらが本体、あ、のが出ましたね。はい、こちらはですね、リューズカバーになります。でね、なんでこんな Apple Watch のプロテクターカバーをわざわざご紹介しているかというと、見ていただくと納得いただけるんじゃないかなと思います。それでは早速開封していってみましょう。はい、開けます。おいおい、はい、いかがでしょうか。こちらですね、 Apple Watch を Apple Watch Ultra っぽくするためのカバーになります。パッと見はチタン風の塗装はされてるんですけども、まあよく見たらわかるように、こちらにもパーテーションが、これベルトラインかな、パーテーション、ベルトラインっぽいね。はい、あ、違うね、パーティングですね。これ割り型の型の、何かここに4箇所あるので、これ3つの割り型になってるみたいですけども、はい、樹脂成形品に塗装が施されたものですので、持った感じは軽いし、そんな高級感とかもないんですけども、まあ、パッと見にはね、ウルトラっぽくもあるかなと思います。で、こちらに、オレンジのウルトラのスイッチですね。こちらは今ダミーになっていて、こちら別パーツで、塗装品を組み込んでるみたいですけども、特に押しても何の反応もないですね。で、こちら側は、ボタンが反応します。はい、でこちら元の Apple Watch なんですけども、ベルトを外して、はい、でこちら、付属品で付いておりましたので、せっかくなのでこのレンズクリーナーを使って、取り付け面をきれいにしていきます。こちらですね、この本体は、付けたり外したりは可能なんですけども、こちらのリューズに関しましては、両面テープでここにポチッと付けるタイプですので、ケースを付けた後にこのリューズを付けると、外す時にね、これを取らないとケースが外せなくなってしまう仕様となっておりますので、これ替えのものが1個は付いてるんですけども、あんまり付け外ししてるとね、両面が弱くなって、付けてる間にリューズのこのキャップ、こちらがなくなってしまうという可能性がありますので、基本的にはね、あまり付け外しをしないケースとして、運用するイメージだと思います。で、今ここの取り付け面も、油脂がついていると剥がれやすいので、今、丁寧に拭いております。はい、そしたらですね、こちらね、両面に保護フィルムがついてますので、まず裏面を取りました。で、裏面もね、念のために、ね、糊とか残ってると嫌なんで、ね、拭いておきます。はい、カバーを装着するときには、このリューズ側を先に引っ掛けて、で、バチンと。はい、これで、おお、じゃあ保護フィルム剥がしてみましょう。で、これでリューズをここに両面で留めると。リューズはこちらに
両面テープついておりますので、それではね、今貼れたので、せっかくなのでこちらの、これもね以前ご紹介したウルトラ用のベルトのレプリカですね、こちらの方を装着していきましょう。おお、どうすかこれ。もう画面で見るとウルトラにしか見えなくありません、これ。ではね、早速ちょっと腕に装着してみたいと思います。はい、こんな感じの、仕上がりになっております。どうすか、もう中の文字盤もなんちゃって、でカバーもなんちゃって、ベルトもなんちゃってなんで、まあ皆さんにね、てんのって言われちゃうかもしれないですけど、シャレでやっておりますので、生温かい目で見ていただけるとありがたいなと思っております。あ、ちなみにね、この、オメガのこのフェイスデザインは、クロッコロジーというアプリで、使って、表示させております。でクロッコロジーについては、概要欄の方にリンク貼っておきますので、あとこの動画の最後にもですね、クロッコロジーの、使い方、あるいはそのフェイスデザインのリンクつけておきますので、もしね、フェイスデザインの方に興味ある方いらっしゃいましたら、ご覧いただければかなと思っております。はい、いかがでしょうか。今ね、画面の左側に、ベースとなった Apple Watch で、画面の右側に、今回のケースにつけた、なんちゃってウルトラが映っているかと思いますが、見た目いかがでしょうか。これ何、ジャッケウルトラ買ったのみたいな感じで、実は違うんだよみたいな感じの、遊び方をできればいいかなと思っております。こんな感じなんですけども、今ちょっとね、また時計のフェイスのデザインを変えてみました。バンドがね緑色なので、こんな、緑色のフェイスデザインやこんなのも似合うんじゃないかなと思っております。でですね、今ちょっと触った感じ、見ていただけたかと思うんですけども、これね、ケースのカバーが1枚上にクリアレンズがついているんですけども、操作感としてはね、そんなにセンシングが悪くなったなという印象はございません。普通に触れております。はい、普通に素直に動きますね。はい、こちらね、もうパッと見は見ていただいた通り、もうかなりこれウルトラちゃんと、ほぼウルトラちゃんという感じなんですけども、見分け方としましては、一番大きな特徴としてはやっぱりこのガラスのですね、ここの映り込みですね、はい、ここの映り込みがこう時々立体的にこうやって走るので、それで見てわかる動きと、まあこうね、見る角度によってはね、全然その映り込みが気にならずに、こうフラットなこういう映り込みが映ってる時には、もう本当に、フラットな文字盤に見えております。ほら、こうやると中にね映り込みが見えてるのがわかるでしょうか。こういう感じね、こういう感じね。はい、であとは、ここのリブの、先ほど説明したこのリブがほんま 5,6 ミリしかないんで、少し本物と比べると出っ張り感が少ないなというのと、あとこちらのですね、ここの部分のこのリューズガードも、少し出っ張り量が、オリジナルよりは少ないかなというのが印象です。あとはまあこれカバーですので、こちらのベルトのヒンジ部の根元、ここですね、ここはこのようにちょっとこうかぶり物になっている境界線が見えるんですけども、まあ、普通にね盤面見るときにはここって見えづらい、こういう角度になりますので、まあ、普段自分でこうやって使ってる分には気にならないと思われますし、まあ、つけてるのをね、こう人が横で見てたとしても、そんなにねしげしげと、人の時計ジロジロ見るとも思えませんので、あ、これカバーじゃんとかっていうのは一目見てすぐ分かるっていうことはなかなかないんじゃないかなと思っております。
はい、いかがだったでしょうか。お役に立ちましたでしょうか。もしね、見てね、少しでも良かったな、面白かったなと思っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録、あとはコメントの方いただけますとありがたく思います。それでは皆さん、バイバーイ。